皆さんこんにちは。奥川投手が開幕3戦目の登板が決定というところで活躍を大いに期待しております。みるみるでございます。というわけで今回の動画はこちらの動画になります。2021年グランドオープンというところでプロスピエース2021年シリーズ1がねついに始まりました。明けましておめでとうございます。球春到来というところで2021年シリーズ1に入りましてですね、いろいろとリニューアルプロスピエースしたんですけれども、やはりね注目すべきところというところはこのね2021年シリーズ1のね選手たちが登場したというところで、各球団ね4名ずつ新選手先発中継ぎショートレフトというような形で登場しております。登場と同時にこちら球春到来プレゼントスカウト、こちらですね誰でも無料で1回引ける10連スカウト S ランク確定のもの、そしてグランドオープン記念の10連福袋、こちらが来ておりますので、今回はですねこのスカウトを使ってスワローズのね新選手たち、こちらをね狙っていこうと思います。またですね溜まっていたね契約書の方も合わせて引いていきたいかなと思っておりますので、その契約書とですねこのスカウトで新選手のゲットを狙っていきたいと思います。というわけで今回の動画テーマはこちらになります。はい、まず最初にですね2021年シリーズ1で登場したヤクルトの S ランク選手、こちらのね選手の注目ポイントをですね簡単にチェックしていきたいと思います。その後にですね契約書、そしてスカウト、このプレゼントスカウト、そして10連福袋を使って新選手ゲットのスカウトをやっていきたいと思います。いつもの通り概要欄の方にタイムスケジュールを記載しておきますので、最初の解説とかいらないよ、もうガチャを見せてくれという方はですねそちらに動画飛んでいただいてご覧いただければ幸いでございます。それでは早速行ってみましょう。それではですねスカウトより先に今回登場した新選手、ざっくりとですが2020年のねシリーズ2と比べて査定がねどのように変わったか、その辺をねざっくりと見ていきたいと思います。まずはこちらの選手です。はい、石川投手でございます。はい、先発のね2番手という形で登場かなと思います。今回からですねシリーズ1の選手スピリッツすべて3700という形になって登場しております。この石川選手なんですけれども、通常 S のねシリーズ2からの変更点で言いますと、3能力で言うとね制球が1下がって制球 81A という形になりまして、球威73、制球81、スタミナ69というような3能力になっております。石川選手がね特に大きく変わったところ、今回はこの球種の部分でございます。はい、球種ですけれども、普段ね石川選手を使っている方なら割と気づくかもしれないんですけれども、球種にですねなんとフォークが追加されました。はい、フォーク E の125キロというところで球種がね1つ増えております。あとは変更点で言うとストレート、そしてカツオカーブですね、こちらの球威がそれぞれ E から D に上がっております。はい、ストレートとカツオカーブが D になったような形になります。もともと多彩な変化球を持っている石川選手だったんですけれども、さらにね球種が一つ増えてパワーアップしたなというような印象でございます。はい、続いて梅野投手でございます。こちらはですね中継ぎ枠で登場しました。こちらも2番手か3番手枠なのかなと思っております。3能力に関しては前回のねシリーズ2、2020年シリーズ2と比べても変更はありません。現状維持というような形でございます。変更点があったのは球種の方ですね。まずストレート、こちらの球速がね1キロ上がって155キロになりました。はい、最高球速1アップという感じでございます。また大きく変わったのが梅野選手カーブも持っていたんですけれども、カーブが消えたような形になります。ですのでカーブ、フォーク、そして第2球種で高速スライダーと縦スライダーというところで、まあ、ストレート合わせて5球種というような形になったところでございます。あとは特殊能力等はね大きく変化はありませんので、まあ、今シーズンのね活躍によってさらに能力上がればいいなというような感じでございます。はい、続いて西浦選手でございます。はい、西浦選手ショート枠での登場でございます。単能力としては走力のところが前回のね2020年シリーズ2に比べるとプラス2されております。というところで称号つけなくてもねパワー走力の同値というところが完成しているような感じになります。また大きく変わっているのが守備適性のところになります。結構ね守備適性今回大きく上がっております。まずショートの適性なんですけれども、こちらがシリーズ2に比べてプラス5というところで68まで上がりました。ここまでね上がれば特殊などを使うことによって守備適性をね B まで上げることも可能なので、これはですねかなり能力上がったなというような感じでございます。また合わせて3塁の適性もプラス7されておりますので、かなりね守備の方は守備範囲が広がったなというような感じでございます。特殊能力に関しても大きく変更はありませんでした。ですのでねまた今シーズンのね
活躍によって3能力の方上がってもらえればさらにね嬉しいなというような感じでございます。はい、続いてこちらの選手でございます。はい、青木宣親選手でございます。今回の追加された新選手の中でもなかなか注目度の高い選手でございます。3能力につきましては81、76、71というところで ABB といった感じでございます。大きく変更はないんですけれども、ミートがですね前回の通常 S と比べるとプラス1の81、そして総力がですね若干下がりまして71というような感じになっております。あとはこちらがかなり大きな注目ポイントなんですけれども、はい、レフトの適性がなんと B の73までアップしました。はい、これはかなり上がってますね。タイトルホルダーでね守備適性上がったんですけれども、それよりも上がって73、通常 S から比較するとなんとプラス10というような形になりました。ここまでね守備のね適性査定が上がるっていうのはかなりねすごいなといった感じでございます。レフトがこれだけ上がったので、センターライトもねもうちょっと上がってもいいのかなとは個人的には思ったんですけれども、まあそれでもねこの守備適性かなりありがたいなというような感じでございます。今年もねチームの柱として頑張っていただきたい選手でございます。というわけで以上ヤクルトの新選手ポイントチェックでした。はい、それではですねここから契約書開封そしてスカウトの方をやっていこうと思います。というわけで S ランクのね契約書を中心にやっていこうかなと思います。とまずじゃあ 10% の契約書ですね、これが3枚ですかねありますので、まずこのね 10% の契約書をね3枚3連続でやっていこうと思います。まあ1枚でも出たら儲けもんといったような感じでございます。それではチェック済みを受け取りお願いします。ドン、はい、1枚ぐらい欲しいですね。はい、ここね演出グランドオープンで変わるかなと思いましたが特に変更はありませんでしたね。それではタップスクリーンドン、一発目 S ランク欲しいな。ここ結構ね運要素あるんで、2021年シリーズ1を占う 10% 契約書、割れろ、割れない、はいはいはい、というところでね S ランクは引けませんでした。はい、では続いて 30% 契約書の方行こうと思います。はい、 30% は1枚ですね、1枚引いていきます。ドン、 30% 引いていきたいですね、お願いします。さあ演出はしょっぱいですね、かなり演出しょっぱいな。おっと 30% 引いていきたい、割れろ、はいはい、ありがとうございます。木村誠選手でございます。あとはですね S ランク確定が2枚ありましたので、この S ランク契約書も2枚引いていこうと思います。このね S ランク契約書でスワローズ選手ぜひ神引きしていきたいところでございます。それではチェック済みを受け取りポン、お願いします。ドン、さあ演出を見ていきますが、 S ランク確定でもしょっぱい時はしょっぱいんですよね演出がね。さあ S ランク選手ね、やはりね青木選手石川選手あたりまだ持ってないのでね S ランクお願いします。ドン、森下選手なんか広島の選手多いな、2枚目ドン、あー源田選手この写真もかっこいいですね。はい、残念ながらね S ランクの契約書ではスワローズの選手引くことができませんでした。はい、ではここからね無料スカウトそして10連福袋ね40連やっていこうと思います。スワローズの選手であればね誰が出ても嬉しいんですけれども、特にね青木選手石川選手っていうところはまだね3400の選手を使っていたりするので、そこを今回の3700で埋められればなといった感じでございます。それでは球春到来スカウト、まずこのね無料のスカウトの方をやっていこうと思います。毎回無料で10連させていただけるのは本当にありがたいですね。コラミさんグランドオープンおめでとうございます、お願いします。ドン、さあやっていきましょう。まあ、S ランクね確定なのでここは安心してみますが、ヤクルトでねあることを期待してタップスクリーンお願いします。ドン、うん、しかめつらですね。さあ長押し、緑からの虹色、おー虹色来ましたね、リリース、足元は燃えないけれども、はい、調子くんここで飛んで笑う、さあありがとうございます。ヤクルトの選手も嬉しいですし、2枚引き3枚引きとかもねできたらめっちゃ嬉しいですね。1枚目チェン選手、2枚目福田選手、3枚目斉藤選手、4枚目田中康介選手、5枚目松本選手、6枚目石崎選手、7枚目ウィーラー選手、8枚目伊藤選手、 B ランクばっかりだ。さあラスト誰か来る、うーん
馬場投手でした。ヤクルトの選手引くことはできずというような感じでございました。はい、このねスカウト結果のところにプレゼントに送られた選手はこのプレゼントマークがつくようになりましたね。はい、というわけで馬場選手でございました。残念。はい、それではですねこちらのメインディッシュ10連福袋の方をやっていこうと思います。今回は1回目3回目が S ランク確定、そして4回目が自チーム選手確定というような感じになってますので、40連すればヤクルトの選手1人はゲットできるような形になります。はい、それでは購入1回目10連スカウトやっていこうと思います。10連福袋1回目お願いします。ドン、タップスクリーンお願いします。ドン、お絶好調、久しぶりに見たな調子くんの絶好調。さあこれはねいい流れと信じてヤクルトの選手来い。緑からの、はい、レインボー、演出今回めちゃ熱ですね。はい、いいよこれは、いい、ああ空振っていく、そして飛ぶ、笑いました。さあ S ランク誰が来るか、まず山本選手、2枚目溝脇選手、3枚目住谷選手、4枚目石崎選手、5枚目安明選手、6枚目郡司選手、意外と B ランク、7枚目千賀選手、8枚目バーヘーゲン選手、9枚目大江選手って、ここまで B ランクだった。何の演出だったんだ、自チーム確定の演出かもしかして。というわけで10枚目 S ランクのみと最低保証という感じになりましたが、10枚目ヤクルトの選手お願いします。ドン、来い。酒井選手、何だったんださっきの演出は。期待を膨らませるだけ膨らましてきて、普通の最低保証じゃんか。楽天のね中継ぎで登場した酒井選手が S ランクで登場という感じでございました。いや本当に演出は信用なりませんね。続いて20連目になります。ここはね S ランク確定がないので運の勝負というような感じになります。いやここもねできれば S ランク引いていきたい。それでは購入2回目お願いします。ドン、さっきね演出は良かったんで、なんとなくね流れはありそうな気がするんだよな。はい、タップスクリーン、ドン、おレッツゴー、いいですね。赤文字の調子くんはいいですね。はい、あ話しちゃった、リリースしましたか、緑かな今の。はい、パッドに当たらずでキャッチャー飛んでいく、笑った、よし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 、 S ラン確定、よし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 、来ましたよ。これはですねいい流れが来てる。さあ確定じゃないところで S ランクもらえるのはありがたい。まずは B ランク山岡選手2枚目、他、おお牧田投手 A ランクですね、ありがとうございます。この背景と牧田選手なんかすごい合っててかっこいいですね。3枚目ドン、井口選手4枚目、寺岡選手5枚目、稲見選手6枚目、佐野選手7枚目、島内選手8枚目、千賀選手9枚目、加瀬谷選手というところで10枚目ここが S ランクってことでしょうかね、ヤクルトの選手。はい、それでは行きましょう。10枚目多分ここ S ランクお願いします。ドン、加山投手 S ランク、なかなかヤクルトの選手来てくれませんね。はい、そうか、まあでもですね確定じゃないところで S ランク引けただけありがたいと思います。はい、というわけであっという間に30連目でございます。ここもね S ランク選手が1人確定でございます。ちょっとねヤクルトの流れがないのでここでヤクルトを引いていきたい。なんかヤクルトの B ランクとかも引けてないですね。ぜひねスワローズの選手いっぱい来てほしい。はい、それでは3回目お願いします。ドン、いやヤクルトはね確定外で引いていきたい。さあお願いします。ドン、おしかめっ面になりましたね。白文字長押ししていきます。まあここはね確定枠があるので大丈夫だと思うんですが、はい、緑炎ですね。バッターは空振っていく、キャッチャーが飛んで、はい、にっこりですね。はい、まず1枚目原口選手、ウィーラー選手、住谷選手、山野辺選手、ヤクルトの選手 B ランク欲しいよ。
お、雄平選手ありがとうございます。 A ランクの雄平選手ですね。はい、この雄平選手ね、過去の動画でね、2021年のシリーズ1ではちょっと出ないかもしれないというような動画を撮っていましたが、大変申し訳ございませんでした。バッチリ登場しております。シリーズ1も頑張ってください。雄平選手7枚目、平田選手8枚目、加藤選手9枚目、寺島選手多いですね。 B ランクの寺島選手、今年 S ランク寺島選手どうかなっていうところですね。ちょっと B ランクなのでこの先ね出るか分かんないんですけれども、期待でございます。というわけで10枚目ここ S ランク確定でございます。そろそろねスワローズ選手来てもいいはず。10枚目お願いします。ドン、ヤクルト来い、ヤクルト。平選手、そうか、スワローズ全然来ないですね。なかなかしんどい。はい、というわけで30連目はこの平健太郎投手でございました。まあでも A ランクの雄平選手手に入れられたのは嬉しいかなというところでございます。かなりね能力が総力型の方に寄ってしまっているところがね、かなり残念なところではございますね。はい、というわけでラスト40連目でございます。ここですね、自チーム選手1人確定という感じでございます。ここでね最初に手に入れられるスワローズの選手と、ここからね長い2021年シーズンを戦っていくことになりますので、運命の40連目ということになります。一番欲しいのは青木選手かな。はい、でも石川選手、梅野選手、西浦選手でも全然問題ございません。それでは40連目グランドオープンおめでとうございますというところで引いていきます。お願いします。ドン、はいはい、演出は変わらずといった感じでございます。ではタップスクリーン、ドン、はい、レッツゴー赤調子くんでございます。お、レインボー文字いいですね。長押しドン、はい、ここはレインボーになる。演出かなり熱いですね。やはり自チーム確定だとこんだけ演出熱いですね。リリース、足元は燃えない、空振っていく。そしてキャッチャーが飛んで、小林幸子さんかな。ああ、普通の調子くんでしたね。はい、1枚目が渡辺選手、2枚目今宮選手、3枚目、おお、今回のね2021年グランドオープンでもね大注目の投手ですね。はい、 S ランクねみんな狙ってると思う。はい、4枚目、岡田選手、5枚目、島内選手、6枚目、お、野村選手、なんか広島の A ランク多くないか。7枚目、清水選手、8枚目、おお、川端選手の B ランクいいですね。川端選手もですね今シーズンね活躍する機会っていうのがかなり増えるかなと思いますので、プロスペースでね通常 S ランクとかで登場する日も近いのかなというような感じでございます。9枚目、はい、スパンジェンバーグ選手というところで、次の引きが良ければもう万事よしということにしたいと思います。それでは自チーム確定スワローズ枠、ドン、何が来る。おー、石川選手、 OKOKOK、 ありがとうございます。よし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 、石川選手いただきました。はい、ありがとうございます。ヤクルトのね第1号として手に入れた選手、こちらの石川正則投手でございました。ありがとうございます。200勝に向かってね全力で突き進んでいただきたい。今年もね全力で応援させていただきます。というわけで以上、契約書&スカウトチャレンジでした。はい、というわけで今回はプロスピエースグランドオープンというところで、今回登場した新スワローズ選手をですね契約書そしてスカウトで狙っていきました。結果はですね石川選手1枚のみ獲得という感じになりました。皆さんもですね契約書そしてエナジーをですねこのグランドオープンのために貯めてきたと思いますので、ぜひね皆さんも福袋の結果とか契約書でスワローズの選手引けたよとか、こんな選手引けたよなんていうところねコメントで教えていただけると非常に嬉しいです。今年もね変わらずスワローズ純正で頑張っていこうと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。プロスピエースの動画今後もね無課金純正ヤクルト目線で動画を撮っていきたいと思いますので、動画についてのねご意見とかご感想とかございましたら、ぜひコメントまでいただけると幸いでございます。またですね石川選手のゲットおめでとうと思っていただけた方、純正ヤクルト頑張れよと思っていただけた方、ぜひ高評価とかチャンネル登録もしていただけますと今後のね動画投稿のモチベーションになりますので、ぜひポチッとよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回のプロスピエースの動画でお会いいたしましょう。それでは。